ご覧の皆さんこんこにちはです今回は心試予備休止結局どの問題を解くべきなんだということで、まあ、お話をしていきたいと思います。で、まあ、前提としてその試験対策の最高の問題っていうのは、まあ、過去問ということですよね。まあ、過去問っていうのはその本試験の問題と同じところ同じとこが作ってるわけなんで、まあ、質量ともに一番ということで、まあ、これを解くのが一番良いと、まあ、最高の問題演習だということになる。まあ、これは皆さんわかっているところかなと思うんですけれども。 でも、その、司法試験っていうところでね、司法試験を目指す、あるいは予備試験っていうところにあたって、やっぱ過去問が多いと、過去問の種類が多いと、まあ、新司法試験の問題もあるし、予備試験の問題もあるし、はたまた旧司法試験の問題もあるし、ということで、結局ね、その、どれやればいいかわからんと、何が一番いいのかわからんという方が多いんじゃないかなと思ったんで、まあ、今回それについてね、お話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、いきなりなんですけど、結論言っちゃうと、 結論としては予備試験ですね予備試験の問題をやるのが一番良いということになります でまあ、理由は何でかというと、まあ、これはその予備試験というのは一番バランスが取れているというか、まあ、構成という形式面がありつつ当てはめという実質面の練習もできるということで、まあ、基本的には僕はずっとその構成、形式面がすごく大事だよということを言っていて、まあ、答案書けるようになりたいなら答案構成やらなきゃだめだよということを言っているんですけれどが、まあ、構成を重視しつつその予備試験の過去問というのは構成を重視しつつ適度に当てはめの練習もできるということで、まあ、一番バランスが取れているのかなと。 ということで予備試験の問題をお勧めしていますで、まあ紳士予備試験旧司、えー、法試験ということなんですけれどもまずその紳士新司法試験の問題ということで紳、まあ、士法試験の問題を一言で言ってしまうとこれはもう難しすぎるということなんですよね。 あの問題自体はすごくいい問題なんですけれども、これはもう難しすぎるということで、あまりね、その受験生が手を出すべきではないというふうにまあ僕は思ってるんですよね。で、この場合のその難しいっていうのは、要するにどういうことかというと、これは答案にしづらいという意味で難しいということなんですよね。結局、その受験生っていうのは、まあ、答案を、ね、本番に書かなければいけないわけなんですよね。いろいろ確かに、その予備あ新手法試験の問題っていうのは、 いろいろ考えるべき内容が多いので、その時間をかけて、ね、その友達だったり、いろんな人と議論したりする、そういう分にはすごくいい題材だというふうに思うんですけれども、でもその問題には願、ね、意があるというか、その秘められたもの、書いてほしいことというのがいろいろありすぎて、そのね、実際にじゃあ答案を書くということになると、ちょっとそれは現実的ではないのかなと。 あれでなかなかその完璧な答案書こうって言ってもすごく難しいしさらにはその試験時間2時間しかないっていう中で答案書くって言ったときにあれはく答案を、ね、しっかりした答案書くっていうのはなかなか現実的ではないんですよね。結局、その試験本番でもその合格者っていうのはそんなに、ね、きっちりとした答案書いてるっていうわけではなくてやっぱり何とかして答案に仕上げてるっていうところが、まあ、大体の印象、大体の受験生だと思うのでその答案を書くと。 いう観点から見ると、新手法試験の問題難しすぎるということなんですね。だその時間内に答案を書くっていう練習をするのが、まあ、その試験に合格する上で一番大事なんですけれども、その観点からは結局その新手法試験っていうのはあんまり望ましいとは言えないなというふうに僕は考えてるんですね。まあこれ本当に何回も強調しているところですけど、やっぱ試験では答案を書かないと受からない、時間内に答案を書けないと合格できないっていうことなんで、そのね、じゃあ新手法試験の問題、いい問題なんだけれども、じゃあこれを試験勉強としてね、 その答案を書く題材としてね、これ適切なのかっていうと、まあ、僕はそうは思わないかなと、まあ、それよりももっといいものがあるよねってまあそれは結果的に予備試験の問題ということになるんですけど、ちょっと新司法試験の問題をそのね時間内に答案を書くっていう練習、まあ、その目的、時間内に答案を書くという目的のために使うのはちょっと難しすぎるかなということなんですよね。 でまあ、その新手法試験というのは、その出題趣旨とか採点時間というのがいろいろあって、こういうことを書いてほしいというのを試験委員会が言ってるんですけれども、まあ、僕は結構いろんなところで言ってるんですけど、この出題趣旨とか採点時間全然読まなかったんですよね。で、まあ、受験生にも結局読まなくていい、まあ、その僕が教える人にもまあ読まなくていいよっていうふうに言ってるんですよね、まあ、あれもすごくね。 まあ最近僕もちょっと真摯の問題見てて、その被災者質とか採点時間見てたんですけども、確かにすごくいいことが書いてあって、まあ、勉強になるっていうところは確かなんですけれども、でもそれも確かに勉強になるっていうところと、じゃあ実際に答案を書くっていうところは全くそのレベルが違っているということですね。その時間内に答案を書き上げるっていうね、その答案を書くっていうのが受験生の最大の目標であるにもかかわらず、その観点から見ると、やっぱり余計なことがすごくたくさん書いてあるなということなんですよね。いいことが書いてあったからって言って、 じゃあ、それをね、ちゃんと答案に書けるのかってったまた別問題なんですよね。だその試験の本番で、例えばね、その問題を見てい、いろんなことを頭の中に浮かんでるんだけれども、でもその、それを答案に書ききれないとかね、どうやって答案にしたらいいのかわからないっていう悩みを抱えている受験生が多いわけですよね。だから、いくらいいこと書いてあっても、それね、いくらいいこと書いてあったり、そういうことを思いついたりしても、それを答案に書けなかったら全く意味がないっていうのが試験の世界なんですよね。だから、そこの観点から考えたら、そういういいことが書いてあっても、じゃあ、これ答案を書くと、時間内に答案を書くと。 その目的から見たときに本当に適切なのかどうかと、その勉強の題材として適切なのかどうかということなんですよね。だから、その主催趣旨とか採点時間っていうのはすごくいいんだけれども、でもそれをね、見るには、結局その何が必要で、その中に書いてあることを何が大事なことで、何が大事でないのか、あるいはどこが答案を書くために必要で、どこが不要なのかっていうところをちゃんとね、その見極めができないと、あれ読んでも無駄なんですよね。本当に その何が必要で何が不要かっていう観点を持ってない人は、あれ見ても何が大事かっていうのが分かんないから、ただただ覚えるだけになってしまうっていうことなんで、それは本当にやめた方がいいよっていうことで、何が必要で何が不要かっていうその視点ですよね。その視点を持たない人があれ読むと、むしろ逆効果っていうことで、全然答案書けなくなるっていうのは、逆にその合格から遠ざかるということで、だから、その出題趣旨や採点実間に書いてあることは必ず書けないといけないとか、 あそこに書いてあることが合格答案の要件だとかね、そういうふうに思ってしまってるんだったら、まあ、今の時代ではそのその、そういうふうに思ってしまってる時点では、あれ読まない方がいいということですね。あれはその、ね、これくらいできなきゃいけないよっていう話ではなくて、あれはね、できなくていい、どこまでできなくていいかっていうことを確認するために読むものなんですよね。その僕から言えば。でもこれは今すごく難しいことを今言ってて、そのどこまでできなくていいかっていうことを確認するのが、 まあ最終採点実感の役割だというふうに僕は思っているんですけど、まあこれを理解するのは相当難しいし、今の段階ではね、そこまで理解できる必要もないと思っているので、ちょっとね、その、あそこに書いてあること必ず書けなきゃいけないんだとかね、あれが合格とはの要件だって思ってるんだったら、ちょっと読まない方がいいかなというふうに思います。あれは本当にそう思ってしまっているなら、今の視点では逆効果、読んでしまって だだったら逆効果だと思うんで絶対に読ままないいいいい方がいいとという,うにに思いますねとにかくその何を書かなければいけないかとか、どういう知識が必要かっていう話じゃなくて、その自分が時間内に答案を完成させる、その答案を完成させるっていうのはただ答案を書き上げればいいんじゃなくて、その論理一貫した答案を書くっていうか、何ていうか、その最初から最後まで、その問いに答えるっていうところまでをしっかりやらなきゃいけないわけですね。問いに答えるっていう結論部分があって、そこに至るまでの過程っていうのがちゃんと論,論理的に そのの法律の型に従っっってててて書かれてるかかれるどうかっていういことがすごく大事なんであってただ、やみくもにね、答案書けましたって言えばいいわけではないんですよね、基本的に。だから、そういうね、その答案の型とか、そういう答案の形式面っていうのが分かっていない、答案の書き方が分かっていないのに、こういうのを読んでしまっても、いくら読んでも無駄だと。自分がどういうふうに答案書くっていう、その答案、そのね、型とかそういうものを持って読むんだったら、すごくいいんですけど、そういうのを持ってないのに読むっていうのは、まあ、危険だよということですね。 だからそのロー,スクールしロースクール卒業して司法試験の受験資格を得ている人っていうのはその予備試験ルートの人よりもやっぱり合格率が低いっていうことなんですけどこれはやっぱその予備試験の問題を解いてないっていうところに結構本質があるのかなっていうふうに思っててまあローの教育っていうのはまあそれは僕はねあんまりそう深くは言わないですけども結局そのねやっぱりその単にね答案を書いていないその 新司法試験じゃない、えー、ロースクールを卒業して司法試験を受けているっていう人たちは、やっぱその答案を書いていない、書き慣れていない、答案の書き方が分かっていないっていうところに、その合格率の低さの原因があるんじゃないかなというふうに思っていますね。 やっぱ予備試験をやってると、答案を書かないといけないわけなので、しかも短い問題をねちゃんと論理的に書かなきゃいけないという訓練を積んできているので、予備をやってると答案の書き方ってわかるんですよね。予備をそのやってない、逆に予備をやってない人は答案の書き方は分かっていないということで、答案の書き方が分かっていないからその試験に合格できない。知識はあるんだけれども、試験には合格できない。答案を書けないという人が続出しているんだろうなというふうに思っているんですね。その答案の書き方が分かっていないのに、新司法試験という難しい問題に挑戦するのは、僕はすごく愚かなことだというふうに思っていて、 やっぱそれはダメなんですよね。その自分のレベルっていうものが追いついてないのに、新手法試験という、まあ、難しい問題に挑戦するっていうのは結局自分を客観視できていない。自分のレベルが分かってないっていうことで、それはすごく良くないこと。で、結局その試験に失敗したと。試験にまあ落ちてしまった、新手法試験に落ちてしまったって言っても、その人たちは何をするかっていうと、相変わらず新手法試験の問題にチャレンジするわけですね。その間に予備試験の問題とか、そういうところにまあ一旦レベルを落としてやってみようかなっていうことはしないわけですよ。いつまで経っても新手法試験の問題しかやらないっていうことなんで、 まあそうすると、結局自分のレベルが上がらないのに、いくら進法試験に挑戦しても無駄だっていうことなんで、やっぱりまずは、ね、その問題のレベルを下げて、答案の書き方っていうものをちゃんと覚えてから、それから進法試験の問題にチャレンジするべきなのであって、まあそのね、結局そのレベルアップしないわけですよね、自分自身が。 そのまあロールプレインゲームでいうように結局自分自身のレベルがアップしないのに同じレベルの同じボスに挑み続けてるっていうようなものでやっぱねその一回ボスっていうか一回敵に負けたんだったら別のとこへちょっとレベルアップして別の弱い敵倒してレベルアップして戦わなきゃいけないんですよでもそれなのに結局ねその自分自身が全くレベルアップしないのにボスと戦って負け続けるっていうことを繰り返してるっていうのがまあ落ち続ける受験生の特徴っていうような感じなのかなというふうに思うんですよね やっぱそのまあ、結局その予備試験の問題をしっかり解いてほしいよということは今回は言いたいんですけど、とにかくその新司法試験というのはそれ難しすぎる、答案を書くという観点、答案の書き方を覚えるという観点からすごく難しいということなので、やっぱり、ね、これにいきなり挑戦するというのは良くないし、まあ、はっきり言えば、試験に合格する、まあ、新司法試験もそうなんですけど、その司法試験を合格するという目的から言えば、あれは完全に、ね、そのレベルを超えている、合格というレベルを超えたらすごい難しい問題、レベルの高い問題だというふうに僕は思ってるんですよね。 で、その次、まあ、九死試験の問題もあると。今、今、新司方試験について話してきて、次、九司方試験について話したいと思うんですけど、まあ、九死法試験の問題は基本的にすごくいい問題だというふうに思います。その問題文の事情も少なくて、で、答案の構成は型を覚えるためにはいいっていうことで、まあ、構成重視しているっていうだけあって、まあ、僕はですね、なんかそのシンプルな問題なんで、その答案の構成では型っていうものを考えるためにはすごくいい問題だというふうに思うんですね。 なので、九州試,試験の問題はすごくいいと思うんですけども、でも今予備試験の問題ありますからね、そのわざわざ九州法試験の問題にこだわる理由がないというか、まあ、新司法試験よりよっぽどいい、その答案,を書く答案を書くため、答案の書き方を覚えるための題材としてはすごくいい、新司法試験よりよっぽどいいと思うんですけれども、でも予備試験ありますからね、その予備試験というのは10年分くらいも過去問というのはたまっているわけなんで、それをやり込むだけでも相当大変だし、 まあその試験勉強として十分だと思うんですよね。予備試験を徹底的にやり込むっていうことで。あえて、今、旧司法試験にの問題を解く必要は別にないのかなっていうふうに思ってて、そんなにね、やる必要はないのかなと。まあ、新司法試験っていうのはまあ難しいって話をしたんですけど、あれは本当に思考の題材、考えるための材料っていうか、答案書くっていうよりも、まあ、やっぱね、こういうことも考えられるねとか、こういうことを考えたらどうなるんだろうねっていうような、その考えるための材料として使うのはいいんだけど、答案書くための材料 っていうかその答案の書き方を覚えるための題材としてはどうなのかなっていうのがまあ僕の意見なんですよね。で、まあ、その休止方試験っていうのも型を覚えるためにはいいんだけれども、でも予備試験でよくないっていう話なんですよね。だからそのすごく予備試験がちょうどいいっていうか、答案の型、構成もあり、当てはめの練習もあるっていうことで、まあ、ちょうどいいバランスっていう風にだと思うんですよね。 ということで、まあ、僕が一番、ね、おすすめしているというか、真試、予備、休止、結局はいろいろあるんだけれども、結局その予備試験の問題をやるのがいいよというふうなのが、まあ、今回の結論なんですよね。まあ、これは本当に構成重視ということで、まあ、その問題も長くないので、それが構成をね、その論点の論理とかその順番というものを考えるのにまあ最適だし、あと当てはめの事情も適度にあるということで、まあ、一番バランスがいいよねということなんですよね、練習としてということで。ただ、その予備、 がいいよって言っても今回それで終わるんじゃなくてその予備だからどれでもいいっていうわけではないんですよねやっぱ予備試験難しい問題結構あるんですよねだから全てをやる必要はないということでまあ、これはもうそのぜひね、まあ、皆さんに相場としてね押さえといていただければなと思うんですけど予備試験も相当難しい問題出てるんですよねかなり難しい問題出てるので全ての問題を解く必要はないというふうに思ってますで何が一番 いいのかって結局、そのどういう問題をやってほしいかというと、予備試験の中でも基本的、簡単だと言われている問題をやってほしいんですね。予備試験でも簡単、これは簡単な問題だよねとか、これは基本的な問題だよねっていうのをやるのが一番ちょうどいいということですね。でそのレベルが最適だということなんですね。それはこれは予備試験にしても、司法試験にしてもそうですね。基本的に。 だ予備試験の中でも簡単と言われているくらいの問題を解くのがちょうどいいということなんですねで。それ以外の問題は基本的に予備試験とか司法試験を目指す上ではレベルが高すぎる問題だというふうに思ってもらっていいかなと。とにかその合格ラインを超えるっていうのは予備試験の簡単な問題を、ね、しっかりと構成できて書けるっていうのがすごく大事なのであって、やっぱそのどこまで答案を書けなきゃいけないかというと、まあ、それは僕は予備試験の中でも簡単と言われているくらいの問題をきちんと書けるようになれば、これはいいというふうに 思ってますねそれで十分合格するし、まあ、僕もそうやってきたということなんですよね。で結局、その僕は予備試験をちゃんとね受けた方がいいよということで、まあ、予備試験ルートを基本的にはお勧めしてるんですけれども、なんでかっていうと、これ予備を受けた人は、心法試験の問題別に解く必要ないんですよね。解かなくても全然いいっていうか、まあ、結局、その予備試験とは予備を受ける過程で、予備試験の問題を解いてきたところで、その答案の書き方っていうのは身についてるから、全然その手法新心法試験の問題をやる必要がないんですよね。 だ、答案の書き方とかそういう必要なことは全て予備試験で学べるんで、結局その新手法試験っていうのはその延長線上でしかないわけなんですね。だから、その予備試験で必要なことを学んで、それをね。ちょっと応用すれば、紳士甲子園の問題も解けてしまうっていうか。まあ、そんな感じなんですよね。結局だからそのまあ、僕の場合もそうだったんですけど、予備試験終わった後は全然でしょ。えー。紳士の問題とかあんま解いてない。 いうかまあ、その軽く傾向を確認し,して、まあ、受けただけということなので、全然そのレベルで簡単に合格に達するということなんですね。結局、大事なのは知識ではなくて、答案の書き方ということなので、その答案の書き方を知っている人というのは予備試験の人たちが多くて、やっぱその、ロースクール経由というか、予備試験を受けずに進出法試験を受けている人たちはあんまりできてないんですよね、そこが。だから結局、進法試験の過去も別にやらなくてもいいという。 いうことであってその結局、答案の書き方を知ってるか知らないかっていうところで結構勝負決まってるんですよね。いくら知識持ってるもそれを答案化できない人たちが、まあ、結局、その試験を受けてる受験生の大半ということなんで、だ答案の書き方、その自分の持ってる知識とか考えたことをどう答案に落とし込むかっていうことを知ってれば、それも相対的にそれだけで相対的に上に行ける。だからまあ合格してしまうという話なんですよね。だから、わざわざ新手法試験とかでそういう難しい問題を解く必要はなくて、結局予備試験を受けて書き方っていうものを覚えてしまえば、 まあそれで受かると予備も、新守法試験も受かるという話になるんですよね。まあ、逆にその予備試験に合格したのに、答案の書き方が分かってないとかになったら、それは逆に問題だと思いますけどね。だからその新守法試験と予備試験はなんか違うものだとか言ってしまうんだったら、それはちょっと問題で、まあ、ちょっと予備試験はまぐりで受かってしまっている可能性もあるし、答案の書き方分かってないんじゃないかなという可能性もあるんで、それはちょっとやばいかなというふうには思いますけどね。 じゃ、それはまあ受かってもちょっとね。あんまりその先がないかなというような気はするんですけど、基本的にね。その予備試験を受かっている人ってのは、予備の書き方分かっているはずであってで、基本。まあ、それその答案の書き方っていうのがちゃんと分かっていれば、予備試験と進捗試験。何も変わらないなっていうことにちゃんと気づくはずなんですよね。だから、別にその進捗試験というかそういう難しい問題で、その答案の書き方を覚える必要がないということなんですね。だわざわざ難しい問題を解く必要がなくて、その前にその全て必要なことは学べて。しまう というところで、まあ、だから予備試験というものをちゃんとお勧めしているということなんですよねで。結局、その予備試験と司法試験、新司法試験は同じであって、さらに旧司の試験も当然同じ。聞かれていることは本当に同じなんですよね。でそこが、その聞かれていることは何なのかというと、要するにその答案の書き方、答案の構成とか答案の型というところで、まあ、僕がいつも言っているところなんですよね。 でその新手法試験の問題を答案にするのは大変だということを言ってて、その解くだけでも大変なわけですよね。解くだけでも大変で、まあ、答案書くのも、ね、一苦労なわけですよで。それなのに、じゃあその問題をさらに抽象化させて、答案の書き方を身につけようとかならないわけですよね。結局その問題について、その問題、その年度の問題について考えるだけで精一杯なわけですよ。 ここの点についてはこういう論点があるよねとか、こういう解釈があるよね、こういう判例がベースになってるよねとか言って、その問題をね、絞り尽くすっていうか、味わい尽くすだけでも一苦労なのに、そこからね、じゃあその答案の書き方を身につけようかってね。じゃあこの問題を題材にどうやってね答案の書き方を書けるかとかね、そういうことを考えない。いやそれは汎用性がないわけなんですよね、結局ねだそう。だからその汎用性をね、ちゃんと考えなければいけないっていうことで、一つの問題を解いたら、その10の 他の10個の問題を解けるような学び方をしていかなければいけないのに、まあ、そういうのがなかなか新手試験ではできない。難しいんですよね、そこまでいくの。で、まあ、主催趣者とか採点実感っていうのはありますけど、まあ、あれもね、さっきも言った通り、あれ結構罠なところがあって、主催者とか採点実感っていうのは、まあ、必要な知識、知っておいてほしい知識、受験生に知っておいてほしい知識は書いてあるんだけれども、じゃあそれをどう書いてほしいかっていう答案の書き方って書いてないんですよね、あれね。一番必要なところなの、必要なのは本当に答案の書き方。 その知識ではなくて、答案の書き方っていうところでみんな悩んでるのに、答案の書き方って書いてくれてないんですよね。まあ、あれは本当に注意深く見えれば、答案の書き方は書いてないと言えないことはないんだけれども、 でも、まあ、それができない人がほとんど、それがわからない人がほとんどなわけで、だからこそみんな苦しんでるんであって、あれは本当に答案の書き方ほとんど書いてないというふうに見るのが、まあ、正しいんじゃないかなというふうに思ってて、結局、その知識そのど、その問題でどういう論点が出たかっていうのは、その問題でしか生きないということなんですよね。でもそうじゃなくて、その答案の書き方っていうものを覚えていれば、これ汎用性あるわけですよ。どんな答案だ答案が答案である以上、その答案の書き方っていうのは生きてくるわけなんで、 だそのね知識を覚えているよりも、その答案の書き方っていうものを覚えている方がずっとずっと汎用性があるんですね。だからこそ答案の書き方っていうのを、まあ、身につけるべきだと僕は思っているし、その最短で合格したい。できるだけ早く合格したいなら、まあぜ、絶対そっちの方に、ね、投資すべきだというふうに思っているんですよね。だからまあその、結局、その真摯予備休止っていうことなんですけれども、まあ、予備っていうことがまあおすすめって話はしたんですけど、結局その何が言いたいかというと、その答案を書ける。 答案を書ける問題が一番ちょうどいい問題、一番最適な問題なんだよということですね。だからそのこれならね、あ、自分はこれなら答案を書こう、かこれなら答案を書いてもいいかなって思える、そのくらいのレベルが一番ちょうどいいということなんですね。結局、その答案を書くことが一番大事なんでね、やっぱりそのいくらね、その友人とか、そういう仲間といくら議論してね、いろいろね、知識を深めたり、思考を深めたりとかしても、やっぱ本番で答案を書けないと受かんないわけなんですよね。いくらそのね、その、 交渉な議論ができるようになったとしても、試験に受かろうと思ったら本番で答案かけなきゃいけないわけなんですよ。で、本番はやっぱ一人なんで、そのね、友達と相談とかできないわけですから、ほんま一人で考えて答案をかけたやつが結局勝つんですよね。だからいいことを思いついたっていう人は勝つんじゃなくて、その答案に必要最低限のことをかけた人は勝つんですよね。いくらいいことを思いついても、その答案にほとんどかけなかったっていう人と、まあ大したことは別に思いついてないんだけれども、それをね、 できるだけ最大限に答案に書いたっていう人は、こうした方が絶対に受かるわけなんですよね。答案にしっかり物を書いた人が受かるっていうことなんで、いかにね、その答案を書けるかっていうことが、その試験に受かるから、本当大事なわけなんですよね。それがあって、その答案の書き方っていうベースがあって、初めて知識が生きてくるっていうことなんで、その答案の書き方も分かってないのに、その知識詰め込んでどうするんだっていう話なんですね。試験に受かりたいんだからね。だからそこは本当に自分のレベルに合った問題演習っていうものをしてほしいなということで、だからその新手法試験レベル。 そのも新司法試験の,その問題の、ね、レベルに達している受験生ってのはほとんどいないですし、合格レベルはもう全然そんなところにないよということなんですね。だから、予備試験の一番簡単な問題がしっかり書ければ、それはもう全然上位で合格できるレベルだという,ふうに思っていて、だそれくらいのレベルでしかないんですよね。結局、その試験の合格ラインというものを適切に把握できていない人が多すぎるということなんですけどね。 やっぱその、ね、試験に合格したいと思うのは、しっかり現実を見るということで、まずはその自分のレベルだとか、あるいは周りの受験生のレベルっていうのをしっかり客観的に把握しよう、正しく把握しようよということなんですね。それができないとなかなか厳しいよということなんですよね。でその過去問はいろいろあるんだけれども、でも過去問を解けというルールはないわけですからね。で過去問と本番は結局、ね、違う問題であって、いろいろ問題ある。 単にその問題数ある問題の中で、一番本,題の本番の問題に近いというのが過去本だというだけなので、その過去を解きなさいよと。試験に合格し,なさいしたいなら過去を解きなさいという絶対的なルールはないわけなんですね。一番より本番に近いから、まあ、これを解いた方がいいんじゃないというだけでね。だから別にやりたくなければやらなくてもいいわけですよね。だから新司法試験に合格したいだから司法試験。今の司法試験に合格したいから、まあ、司法試験の過去を解かなきゃいけないというルールはないわけですよね。 別にその資本主義の過去問を解かなくても合格するルートは存在するわけなんですよね。だからそういうふうにその目的、何のためにその過去問をやってるのか、ただ過去問だから解くっていうのは全く意味がなくて、何のためにそれを解いてるのかっていうね、そのちゃんと目的意識をちゃんと明確にして解かないと何も意味がないよっていうことなんで、ただね、漫然と過去問解いてるっていうのは全く意味がないよっていうことを理解してほしいなというふうに思います。で、基本はね、基本は解ける問題を解くっていうのが大前提なんですよね。 やっぱりその解ける問題を解いていって成功体験を積み重ねていって徐々にレベルアップしてだんだんとその難しい問題に挑戦できるようになっていけばいいということなので基本的には解ける問題から解いていくと。だからね、まずその答案を書くっていう際に無理に過去問から取り組む必要はないんですよね。解ける問題からしっかり解いていくっていうことでいきなりそういう過去問とか難しいレベルに挑戦する必要はないよと。 まずは簡単な問題からやっていこうということで、まあ僕もさっきも言いましたけど、予備の中でもできるだけ簡単な問題から解いていくっていうことで、とにかく簡単な問題から解いていって、徐々にレベルアップしていけばいいということなんですね。ということなんで、とにかくその基本的には解ける問題からですね、解ける問題からしっかり解いていこうよということなんですね。で、まあこの観点から言ってしまえば、本当に新思考資源の問題については答案書かなくても大丈夫だよということなんですね。新思考資源の過去も問を無理に解く必要はないよということですね。 その答案を書く練習、その答案の書き方っていうものを身につけたいなら、予備試験の問題をやるべきだということですね。別にその予備試験を受けろということは言わないですけれども、予備の問題は解いてほしいなというふうに僕は思います。そのね、その小試験を受けたい、その小試験を目指しているっていう人でも、予備の予備試験の問題をね、しっかり解いて、そういうの、予備試験の問題を問題演習に使えば、もっと合格する人ってたくさん出る出てくるだろうなと。今悩んでても、予備の問題を解けば、 あれ合格しちゃったみたいな人がたくさん出てくると思うんですよね。その予備試験の問題は解いてないのに、その新手法試験の問題には挑戦すべきではないっていうことですよね。これは本当に自滅行為っていうか、まあ、その本当に新手法試験の過去問っていうのは、本当に上位を目指すためのものくらいに考えておけばいいっていうことなんで、とにかくその試験に合格したいっていう程度であれば、予備試験の一番簡単な問題をしっかり解けるようになればいいよっていうことなんですね。だ本当にその過去問っていうのは、本当に基本的な過去問っていうのは難しすぎるという認識で OK なので、 なんか予備試験の一番簡単な問題を、まあ、答案が書けるようになれれば、それは十分だよという意識でいればいいかなというふうに思います。本当にまずは基本的な問題からしっかりと解いていって、でそれで成功体験を積み重ねてレベルアップしていくと。で、徐々に、えー、と難しい問題にチャレンジしていくということですね。そういうね、きちんとした流れをね、持ってほしいなというふうに思います。まあ、ということで、まあ、その、新種予備、休止ということで、まあ、いろいろある。 でそのまあ、全部過去問じゃ過去問なんですけど、その中で一番いいのは、とにかく予備試験の問題ということですね。まあ、これは理由はバランスが取れてるからということですね。で、新手法試験は本当に難しすぎるということなんで、その答案を書く、答案の書き方を覚えるという観点からは、これはお勧めしませんよということなんで、これは本当に解かなくてもいいかなと、その答案書く必要はないかなということですね。まあ、やるにしても、議論したり、答案構成をしたりするぐらいちょうどいいんじゃないかなというふうに僕は思いますね。 っていうことなんで、あくまでその試験に合格するというために、ね、やっぱ答案を書かなきゃダメだよということなんで、い外に、ね、その自分が答案を書けるようになるか、答案の書き方を身につけられるかという観点から問題演習もぜひやってほしいなというふうに思うんで、まあ、ぜひ、ね、そこら辺の観点も含めて、えー、勉強を進めていってほしいなというふうに思います。まあ、その答案の書き方とか、その答案の構成とか、その答案の型というものについては、僕はそのメルマガの方で詳しくお話しているので、まあ、その興味ある方はぜひメルマガの方に登録しておいていただければなと。 そういうふうに思います。まあ、そういういろんな情報が流れてくるので、ぜひ見ていただければなと。あとは、他の動画とかブログとかもやってるんで、そっちの方も見て、いろいろ勉強していただけたらなというふうに思います。まあ、いろいろその司法試験とか予備試験の合格のために、役立つことをいろいろ言ったり書いたりしてるんで、えー、まあ、見て損はないと思うので、ぜひいろいろご覧になっていただければなというふうに思います。 あとは、LINE とかもやってるんで、わかんないこととかあったら質問しとかしてくれればいいかなというふうに思います。まあ、この動画が参考になったよとかいう方は、高評価とかあとチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいかなというところですね。はい。では今回、新試行試験、予備試験、休試行試験いろいろあるけど、結局どれとけばいいんだということでお話をしてきました。参考になれば嬉しいです。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。これで終わります。